東京都で今日確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は1万9800人でした。先週の火曜日よりも4299人増えました。重症者用の病床使用率は昨日から1ポイント上がって24%。全体の病床使用率は1.4ポイント上がって50%でした。全国の新規の感染者は17万5961人でした。